デイエティの覚え方、デイエティちゃんは、SVL レベル11でパスタ頻度 B ですか？もうパスタ頻度 B なんてもう安いって、もう安いって、もう本当にもうやんなっちゃうよ、もう本当にもうもうね、俺に得がないんだよね。もうこんな安い単語はもう、だって俺知ってんだもんだって、知ってんのに覚え方作るっていうか、もう知ってるのに覚え方作るっていうか、もうこんなすぐ覚えられないやつがもう頭おかしいですよ。もうほら、キリスト教の神ってデウスって言うじゃない、デウスってね。なんだっけ、ギリシャ神話に出てくるのがゼウスで、キリスト教になるとデウスで、ね。実はデウスとゼウスも、全部親戚ですっつってね、あとデーバもですっつってね、ゼウスとデウスとデーバは全部親戚ですっつっても、じゃあデウスが神なんだからデイエティも神だよっつってね、あもう言っちゃったよ、もう言っちゃったよ、もう本当にもう推測してちゃんと推測してください。デイエティで神ね、もうデイティって読んだ瞬間もう帰りなさい。今ここでデイティって読んじゃった人はもう受けるのをやめて、もう来月の英検を受けるのをやめて、え、どうせ6月5日でしょ、今デイティを覚えてなかったやつはもうこれを受けるのをやめて、でその日にガンダムを見に行けと、ガンダム見に行こうぜ。もうどうせデイティなんかね知らないのに英検級受かってもね、素人相手にマウント取るだけなんですから、もうやめてガンダムを見に行こう。覚え方か。The ancient tribe worshipped a deity that looked like a yeti. その古代民族はイエティに似た姿の神を崇めていた。ねっつってね。ねっつって。ちょっと長めですけどね。こういう文章ありそうでしょ、だって。The ancient tribe worshipped a deity that looked like a yeti. つってね。ちゃんと読んで、ちゃんと読めばね、The ancient tribe worshipped a deity that looked like a yeti. つって。じゃあ、巷のアホがどうやって覚えてるか教えてあげましょうか。巷のアホ。もう巷のアホはこうよ。こうやって隠して。デイティーつって。デイティーって読みながらね、デイエティーなのに。デイティーって読みながら、あ、神か。デイティーって読みながら、あ、神か。覚えらんないな、つって。ちょっと私頭悪いのかしらとか思いながらこうやってね、ほんとしょうもないよな、もう辞書もろくに引かずにな、もう語源もわかんないから、デウスが元だっていうのもわかんないしね、でおまけに例文はこれでしょ、もうひどいなこれな、もうね、何こっちの例文とね、こっちの例文、どっちが頭に入りやすいんですかっていう話だな、圧倒的にこっちですよっつってね、じゃあ俺の動画見ればいいじゃないつって言ってんのに、もうあのアホはもうあのアホどもは見ないもんな、俺の動画な。AKQ 受けるっつうのに俺の動画見ないでね。いえ、巷のアホはね、何見てると思いますか、どうせ森鉄イングリッシュでしょ。どうせ森鉄イングリッシュでしょ。もうこういうの見ちゃうとダメだな。もうこういうの見ちゃうともうほんとただただへこむもん。俺なんか1ヶ月ちま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 一生懸命あげてもね、せいぜい1万再生なのにね、暴食がやばいっつってもう1万だよ、もうやる気なくすわ俺もう本当に。もう俺の1ヶ月のコツコツはね、これにボロ負けですよ、この動画一発にボロ負けだよ、もうなんかな、どう思うこれの。もうなんかここにイングリッシュチャンネルって書いてますけどね、どっちがイングリッシュチャンネル？どっちがつって。どっちがイングリッシュチャンネルかなってことでしょ？もう、ちょ、概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとか、アルクとか、ケンブリッジディクショナリーとか、いろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。